こんばんは。こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間が参りました。本日は記者の小川秀人がキャスターでお送りいたします。本日のお客さんはひょうたん山商店街で、割と有名人なんですが、ひょうたん山商店街の販売企画促進室という名前で、会社の名前はスモールライトデザインオフィスというね、分かったような名前なんですが、吉川裕太さんをお招きしましたので、いろいろ語っていただこう。御年は35歳ですかね。はい、35歳です、うん。社長になって何年なんですか。2年半ですね。2年半。はい。大生まれは堺だとか。そうです。堺の、中本が、父の出なので。中本っていうと阪神のキャンプじゃない、二軍のとこがあるとこですか。それ分からないですね。そうです、そうです。そこから、幼少期にこっちの東大阪に来ました。はい、その氷田山に。最初池島ですね。氷田山に縁ができたのはどういうとこからですか。小学校4年生の時に、両親が氷田山の方に、家を購入したので、氷田山に引っ越したんです。4年生、10歳の時、はい、ご兄弟いらっしゃるんですか。はい、妹が1人います。そうですね。ご両親はもちろんご健在ですよね。はい、元気に。で、ひょうたん山に。ひょうたん山にいます。親さんも同じような仕事、そんなことはないんですか。いえいえ、もう全然、家業全く別ですね。大学は、あなたはどこに行かれたんですか。大学は、大阪芸術大学に行きました。大阪芸大ね。あそこは、音楽の関係でもね、ジャズミュージシャンになる人も多いし、結構有名な人がいますが、私も知り合いが何人かいますけどね。テレビでコマーシャルもね、それから電車の車内釣りも、結構今知名度高いですよね。そうですね。特に夏の甲子園とかはもう大阪芸大の高校がダンと入るので、もうすごく最近よく目にしますね。ハルカスじゃないけど、どっかのビルにあれにもあるでしょう。そういう なんていうんですか、サテライトみたいな。まあ多分きっとあったと思いますね。ただ、まあ、行ってたのだいぶ前なので、今だいぶ変わってるんじゃないかなと思うんですけど、主なる校舎はどこにあるんですか。あれ富田林です。あ、富田林、そこに富田林、岸ですね、厳密に言うと。そこに固まってるんですか。はい、岸の山当ての方にあります。すごく不便なところです。最近はね、100周年だってんで、マグロで有名っていうと気悪くする人が多いんだけど、近畿大学、はい、あそこもね、頑張ってますね。なんか すごいいろいろね、建屋も作って、学部も、もう、まあそこもコマーシャルしてもしょうがないんだけど、まだで、芸大で、まあ、いろんな学部がありますけど、はい、どんなことを学んでたんですか。もともと、高校が、大阪の宮古島工業高校っていうところで、はい、ずっと建築の勉強をしていたので、そのまま大阪芸術大学の、デザイン科の中にある建築学科の方に進みました。だから主に建築の、まあ、作図であったりだとか、まあ、建築デザインの勉強をしました。その当時はあれですか、やっぱドラフターを使って。はい、もちろんずっとドラフターで手書きの授業があったりだとか。CADはまだなかったんですか。いえ、CADはございました。あったんですけど、やっぱりドラフターで手書きができないと、手書きで書いてやっぱり覚えるっていうのが主軸だったので、まあまあそうですね。CADはあくまでもプレゼンの時だけですね。ドラフターね、武藤工業って有名なね会社が、いや私も機械工学だったんで、そのドラフターはね同じく使ってましたけどね。まだCADな、僕らの頃はなかったな。まあ、あったんでしょうけどね、とても高くて。家に置いてたらすごい邪魔で大変でしたけどね。ドラフターを。ドラフターね。
みんな購入するんです。今会社にも置いてあるでしょ。今会社はないです。会社にドラフトは置いてなかったですか。置いてないです。もう今はもう完全にパソコンで何でも書いちゃいますね。それで学んであれですか、就職選ぶのに、はい、建築屋さんじゃなくて、はい、設計事務所じゃなくて、はい、模型会社を選びました。模型会社、模型が好きだったんですか。そうですね、大阪芸術大学行ってなければ多分そういった業種に進むことはなかったと思うんですけど、やっぱ授業とか自分たちが作った作品の中で表現物の一環として模型も自由に作ってもよかったんです。でも模型作るのすごく楽しかったんだなってこともありますし、ちょうどねテレビで劇的ビフォーアフターっていう番組が始まった時期ですよ。よくあれやってるんですよね。まああれに憧れてこういった世界も面白いのかなと思って、希望して選んだ職種がその住宅向け の、 専門に作る会社だったんです。製作会社。そうです。そういう住宅向けの専門会社っていくつもあるんですか。全国的に見るといくつかございます。で前職の会社では、主にハウスメーカーだとか、まあ、大きな会社 の、 営業促進ツールを作るっていうのがメインのお仕事でした。ハウスメーカーというとね、まあ、その台場だとか積水だとか、はい、なんか量産メーカーみたいな感じがあるじゃないですか、はい、でモデルが、はい、まあ、100パターンもないでしょ。例えば 何十パターンとかね。そんなに模型いっぱい作れないんじゃないですか。ね、一件やっぱり一件ずつお客様に応じてやっぱり形は違うんですよ。だから自分の家が建てる前にこんなお家になりますよっていうふうな、そういう建築会社の営業マンさんが施主様に対してプレゼンを行うためのツールに使ってもらったんです。そうそう、 ある程度の金額の戸建てじゃないとそれは作らないってことですかね。結構やっぱりもともとその建築業界というのは広告宣伝費にかけるパーセンテージがやっぱ高いのでまあどういうからくりかまではよくは分からないんですけども、やっぱり営業マンのここぞという勝負の時だったりだとか、それは家の大きさに問わず注文は来ていましたね。私ね、私事ですがね、40歳ちょっと超えた頃かな、もうバブルの一番高い頃ですよ、今から30年前と。神奈川県のね、大磯っていうね、はい、まあ、響きはすごくいいんですけども、田舎ですけどね、海辺の、家建てまして、その時もしかしあれだな、結構な値段だったけど、土地越えて別に戻るとかはなかったですよね。地鎮祭とかね、頼まないのに地鎮祭なんかやってくれたけど、地鎮祭上等式やるってことは建て売りじゃないかな、はい、まあそれは余計なことだけど、模型ね。でも結構やっぱりありましたけどね、どうしてもその住宅展示場には建てるって言ってモデルハウスの数も限られてますし、うん、それ以上にいろんな建築会社っていうのはたくさんのモデルを持ってるので、やっぱそういった大型の模型を作ることもありますし、ね、すごい楽しい仕事でしたよ。さっきおっしゃったビフォーアフター、はい、あれはやっぱり模型会社が作って提供受けてるんですかね、下請けで。ああ、どっちなんでしょう。なんかあんまり成功じゃないみたいなね。そうですね、カパッと外して美術さんが作ってるかもしれないですね。私でもできるような感じのね、ね、間取りが分かるレベルじゃないですか。僕がその前、そうですね、住宅模型会社でやってたのは、あいたちょっと若干アバウトな模型というよりも、完全にもう100分の1とか50分の1の縮尺に合わせたモデルを作ってたので、ちょっとそういうテレビ用のああいう見せ方とは違ったところがありましたね。ああいう模型はあれですか、やっぱこうバルサ材だとか、そんないろんなもの、木は。いえ、基本はもう全部発泡スチロール。発泡スチロール、発泡スチロールではない、それに近い素材ですね。なるほどね。紙とかそういったものを組み合わせて、ただでも会社によってまちまちだと思います。もちろんプラスチックバルサ材で作ったりもするのもありますし。それなんで会社模型作ってたの、何年間ぐらいやってたの。10何年かやってましたね。
なんか前8年って言ってたんですか。いや、模型作ってる。いや、8年じゃないです、ね、10年10年以上はしてますね、うん、今の年から考えたら。で、独立するにあたって同じことをやるんじゃなくて、うん、その、何ですか、今のお仕事の、はい、販売促進企画。10年経ってんの。これはお前の会社の社長がくれたんですよ、うん。いや、まあ、あの細かいことはいいですよ。あのアバウトでいいんだけど、ね、はい、あのご自分の今やってる販売促進の関係とか、はい、製品企画、商品企画とかね、いうことをやろうっていうのは前からそれやりたかったんですか、仕事として。そうですね、前職の時にやっぱ培った技術であったりだとか、うん、基本的にはその建築業界向けての営業販促ツールを作るっていう会社だったんですけども、うん、まあ、そのノウハウを生かせば、まあ、僕の住まいのある、うん、氷田山っていうのは小さな規模のお店商店がたくさんあるんですね。だからやっぱそういったところに自分の持った技術を落とし込んでいったら、いろんな業態のところにも販促活動ができるんじゃないかな、うん、まあ、地域活性化も踏まえてですけど、何かそういったのお手伝いはしたいなとは思ってました。前にね、はい、2、3ヶ月前に、吉川さんとこに取材させていただいて、はい、で細かくお聞きして、なんていうのかな、たまたま東大阪新聞でね、うん、氷田山近鉄が真ん中走ってるけど、はい、230件あると、ちっちゃいお店がいっぱいあると、まあ、フランチャイズの店もあるけど、で順次こうなんていうかね、取材して乗っけてって、まあ、うち月2回なもんですから年間、まあ、24、5件と、まあ、今1年経ったんだけど、はい、でその中でね、この間ここで始めてって、普通だとなんかね、まあ、不正は中途半端だけども、南とかね、なんかあっちの方行ってね、いろんなつてもありの、大きい店も行きのというようなことを考えがちだけども、氷田山に絞ってそこに根を下ろしてるちっちゃい店相手にどうとやろうというのは、普通はね、あんまりその広告屋さんというか、セールスプロモーションの関係の人はね、派手がちだから、あんまりそういう地味にって考えないんだけど、いやいや、真面目な話よ。でも、えらい、若い人の割にはいいとこに目つけてやってんだなというね、それはね、その時思った感じがあるんですよ、うん、まあ、それでいろいろこう、あれでしょ、耕してやっていると、はい、会社名も何ですか、まあ、私があんまり喋っちゃいけないけどスモールデザインオフィスと、はい、スモールライトか、はい、スモールライトってのは何ですか、懐中電灯ですか。そうです、アニメのドラえもんで出てくる、スモールライトっていう道具があって、うん、物をちっちゃくする道具なんですよ。ちっちゃくする、うん、でもともと僕模型屋さんだったので、ちっちゃくしてる、ね、そうですね、家っていうのはこう本物モデルをこうちっちゃくするものをっていう、うん、まあ、そういった意味合いもあって、あとはまあ、ちっちゃく光ろうかなと思いました。え、小さく光ろうかなと思いました。なるほどね、うまいこと言います、ね、地道にね、うまいこと言いますね、小さく光るね。そうそうそう、うん、普通は大きく光りたいんだけどね、普通はね、うん、まあ、ちっちゃく、スモールライトデザインオフィスって、はい、名前がね、やっぱりキャッチフレーズのね、言いやすい、聞きやすい、覚えやすいのと、うん、から言うとちょっと長いんだけども、はい、でもなかなかね、一回聞くと割と覚えるようなね、いい名前だと思いますよ。で、名刺にもね、町の販売促進広報屋さんですよと、はい、カタログにもね、チラシにもそういうコンセプトだって書いてあったけども、ね、まあ、いろんなお店行くじゃないですか、はい、で、どんなふうにこう展開してきたんですか、今。本当に運が良かったんというか、あんまり地道に自分が営業に回ったことはないです、うん、それに近所のお仕事というか商店街だとか、うん、最初今の仕事を始めた当時はちょっと近隣のお仕事をするっていうのも、うん、もうちょっと幅広く考えていたので、うん、まあ、今の僕の仕事っていうのはデザインを作って
販売するっていうお仕事なので、まあ、場所はどこでもできるんです。で、取引先って言ってもあんまりその商店街とか近所のお店は最初当時少なかったです、うん、もうちょっと遠方のお仕事を中心にしてましたし、まあ、今も半数ぐらいだいたいそういうお仕事が多いんですけども、ただ今はいろんなご縁があってやっぱり名刺を作るお仕事っていうのはその名刺が勝手にいいものを作れば、うん、どこで作ったのその名刺って言って勝手に自分のところの反則をしてくれるんですよ。名刺がセールスマンになるとそうですね、うん、そこが名刺とか、まあ、印刷物をやっていく中でうちの営業さんは何なんだそれで顧客が広がるのは何なんだっていうとやっぱ作ったものが勝手に営業してくれます、うん、それであとは口コミ等々ですね。自分のこのチラシを売ったこともないですし、うん、キャップとかね、はい、ちょっと物申しですね、地元の名前の入ったキャップとか、はい、キャップだけですか、あ、それから T シャツか、T シャツ、はい、ね、結構いい値段の、まあ物がいいけどね、はい、あれ売って歩いてるわけじゃなくてどっか委託してるんでしょ。そうですね、もちろんうちに買いに来はる人もいますし、うん、いろんな近隣のお店に置かせていただいてそういった自分のところのオリジナルの商品も販売してもらったりしてます。あれはやっぱり向こうから言ってくれたお客さんが、いえ、作って周りの人にちょっと反響、どこんなもん作ったけどどうだろうって聞いたんですよ。なるほど、いいんじゃないかっていうことで、うん、そうするとそのお店の人たちはそういったものをこう SNS とかにアップしてくれたりとかするんですね、うん、でお店自体にもそれを求めたお客さんがそこに買いに来てくれるっていう、また店にもお客さんが増えますし、うん、まあ、そういったアイテムの一つとしてみんなで盛り上げてます。あれは SNS というかネットショップは立ち上げてはないんですか。ないです。こっちであんまり販売してしまうとちょっとそういういろんなところでせっかく置いてもらって意味がなくなってしまうので、それはそうだね、そっちだけ勝手に歩いてちゃうからね、はい、僕は結構プレゼントするのが多いですね、うん、何かのタイミングでせっかくはかぶってくださいとか、特にミュージシャンとかアーティスト系の人たちには無償で配ったりもします。うん、ライブでかぶってくれたりとか、まあ、確かに商店街のね、はい、神社モールの方商店街、まあ山道ね、南北はあるけど、まあ、ちょっとずつ性格が違うけども、なかなか面白い店っていうかね、そう特色ある小さなお店が多いですよね、はい、うん、まあ、大阪はねその天満やらカラホリやらね、うん、萩中路とか、まあ、何ですか、モーダニだとかね、はい、アーケードの立派な商店が多いけども、そういうところはちょっと離れてるけども、氷田山のね、はい、なかなか特色のあるね、まあ、それだからね、まあ、これは取材したら面白いんじゃないかなと、で3、4年続けて、まあ、100件ぐらいになったらちっちゃな本にしようかなと、で吉川さんにいっぱい売ってもらおうかなみたいな、ね、考えてるんですけどね。あとまあ、みんな商店もね一番悩みのこう代替わりのね、まあ、そういうあんまり心配なく流行ってるからいい商店街だと思うんだけども、こう何ですか、前にお聞きしたら、創生委員会とか、そうですね、生構成じゃないんでしょうけど、創生委員会というのを作ってやっぱ若手の経営者ですか。うん、若手って言ってもすごいやっぱそれはいろいろ全然あれですけど、両手間には大きく3つの商店街があります、うん、南北の商店街と、あと東側に面しての商店街と3商店街で成り立ってるんですけど、東通り、東なんですか、パンダのとこですか。そうですね、氷田山東通り商店街、東商店街とかで、まあ、もちろんみんな全部組織は違いますしバラバラですけど、やっぱり一致団結するときはみんなで合同でイベントを立ち上げたり したいので、そういった委員会とかそういう集まりがあるんです、うん、そこにちょっと声かけてもらって、いろいろ今教えてもらったりだとか、まあ、そういうところに所属させてもらえるから結構こう町のこと、僕はあまりもともと地元ですがあまり知らなかったんですよ、うん、でもいろんな人にもこうやって仲良く教えてもらえますし、まあ、仕事をうまく
いろいろの人たちと知り合いというのもそういうのがきっかけですね。あなたが作ったんでしょうけど、あの南北のね、裏表の地図ね、あ、はい、南北商店街ね、はい、あんな地図ってないですよね、あんまり他の商店街ででもね、あれはやっぱりこうやって作らせてくれる企画を立ち上げてくれるところはすごいなって思ってます。だからね、宝屋さんばっかりじゃないんだろうけど、はい、宝屋さんのあの親さんが大東さんか、はい、漫画が上手で、はい、キャラクターも自分作っちゃったりで、何ご自分、まあそれはこっち側あれだけど、うん、何神社モールの方が特別に自分で漫画で描いて、はい、もう一個地図があるんでしょ、はい、いやいや すごいなと思って、好きこそものの上手なれだけどね、大した能力ですよあの人もね、非常に人当たりはいいしね、ああいうとこはねやっぱり一つの横田山商店街の典型でしょうね。どうですか、ご夫婦でやってね、はい、あとこれからこう前にもお聞きしたけど、こうまあいろんな夢があるんでしょうけども、はい、やっていくことの計画はどんなのがありますか。やっぱりあの今はいろんなお店の例えばチラシであったりだとか、例えば看板であったりだとか、うん、あのまあ、外装の関係するデザインであったりだとか、あの一つのお店の中から少しずつのお仕事をいただいてやってます、うん、もちろん新規の立ち上げの時もあの一部立ち上げのどこかの部分をしたりしますけど、できれば一つ丸ごと自社で、うん、あのお店作りが完結できるような仕組みとかあのサービスを展開したいなというのを思ってます。丸ごとだから、はい、まあ、お友達がちょっと店始めるよとか、はい、それから今やってる店のちょっとこうね、ブランチっていうかね、そうですね、はい、出したいんだよみたいな時に、まあ、声かけていただいたらあのいろいろさせていただきますよと、でまあね、コンセプトっていうかいろいろお聞きして予算とかで、はい、というようなことですね。そうですね、うん、やっぱりもともとせっかく建築も出ます、うん、勉強もしてますし、うんうん、でまあ今みたいなこういうグラフィックのデザインに関することの仕事についてて、あの自分が培ったことをこう集約してどんなことが最終的にできるのかなと思ったら、やっぱりそういった施工関係もしたいなと思いますし、そのお店でもね、まあ、ビルででかいのっていうのはなかなか時間かかるでしょうけど、はい、お店作るっていうのだけはこの、ね、模型のあれが行きますよね。そうですね、いやいや、それは本当にそれぐらいちょっとそうやって出せるタイミングが来たらいいなと思いますよ、ね、なるほどね、うん、だけどそんなに、うん、そんな遠く離れた夢でもないでしょそのことは、まあ、ね、相手が出てこなきゃいけないけど、お客さんはすぐにそういうサービスを立ち上げたらなんとか、うん、仕事自体は来るんじゃないかなというような自信があって思ってます。ただそれをこなすとやっぱり僕たちまだまだ力が足らないので、うん、まあ、それとお一人じゃできないでしょうね。そうですね、あそこにスタッフがまあ、あの、うん、優秀な人が2人 ね、 そうですね、女性と男性といるけど、男性はあれデザイナーですか。ね、1人は、コンピューターのこういうあのシステムエンジニア、システムエンジニアね、まあ、ホームページとかの構築の際に相談したりだとか、あとは主にそういういろんな外注先機械を動かすためのデータを作ったりだとか、うん、まあ、そっちに長けた方ですね。Mac じゃなくて Windows でやってる。Windows でやってる。女性はキャメラマンですか。女性はカメラマンです。うん、であともう一人デザイナーの男の子がいます。デザイナーの男の子がもう一人います、うん。イラストを描いたりだとか。まあ、いるんですか。いますね、うん。ロゴを作ったりだとか、うん、キャラクターとか一から作れる子が一人います。4人いたらできるんじゃないですか。まだやっぱり。もう一人、もう少しいるか。あのね、専門職の知識がある人が欲しいですね。うん、まあ、だから誰か手伝ってもらうんですね。そうですね、社員では雇えないもんね。どういう人がいるんですか。例えばあとは、まあ、建築許可証とかですね。あ、そっか、そっちのね、専門職のね、はい、自社でそれが欲しいです。そうだと お知り合いは何ぼでもいるんでしょ、そういう人。知り合いはそうですね今の外注先がそうですね。あ、そっか、やっぱでも自社でしたいですね、うん、みんなで。いや、そこら辺広がっていったらだいぶ楽しいでしょうね。そうですね、やっぱりね、働いてる子らの夢も広がるので、うん、自分たちが作ったものが街にどんどん増えていけば、うん、やっぱ歩いててもすごい今は
まだまだポスター、自分たちが作ったポスターとかチラシが貼ってあるとか、うん、看板これ作ったなとかそういうのはありますけど、やっぱりもう少し大きなことも進めていきたいなっていうのは思ってます。まあ、その、 末広がりの大きな夢は、もちろんあるんだけど、もうちょっと細かいことでは何かあります？今目の前とか、何かやってることは。やってることですか。細かい企画とか、プランとか。そうですね。一番やってることって言ったら、一番今進めてるのは、ポスターの、うん、ポスターをデザインから作成までもう一日でやってしまいたいなと思って、一日で済ましたいなと思って。一日で済ましたい。はい。グラフィックのデザインというのはひらめけばすぐにでも作り上げて形にすることができるので、うん、やっぱお客さんが滞在している間にもすぐに作っても一緒に目の前で作ってあげて、すぐに出力して製品にしてしまいたいです。チラシはね、ちょっと部数的にもあれなんですけど、うん、ポスターだったらもう1枚レベルからそれぐらいのサービスはもうすぐに飲み始めたいです。なるほどね。そんなことはやってるとこないでしょ。ないと思います。できないよね。明日からコロッケ安売りしたいから1枚ポスターもコロッケ持ってきはってもすぐ取って、すぐコピー入れて、すぐ出したい。それでええ加減なんじゃなくてちゃんとしたいですね。そうですね。当たり前だけどね。あ、そう。それぐらいはやっぱりスピーディーに細やかに動けるぐらいにならないと。それと去年からね、まあ、あれ春田さんの紹介だったけど、何ですか、お笑い神社、平岡神社のね、はい、お笑い神社の今度、まあ、天皇陛下が御台代わりするけども、うん、まあ、同じ多分12月23日にされるんだろうけど、23日は今度月曜日かな、で、ね、いろいろ手伝っていただいて、去年はだいぶ仲間内で一緒にやってて、よく売れましたかソーセージとかやってて。はい、ぼちぼち売れましたね。他の店はめっちゃ売れてたんですけどね。僕はフランクフルトは頑張りましたね。タンドリアさんもね、来てて、大して腹減ってなかったんだけど、まあしょうがないからね、はい、順番にいろんなもんあちこち寄ってた、だいぶ税に使ってしまったけど、知り合いがいて、お一杯飲むかなんですね。まあまあいいんですけども、なかなかね、あれだけいろんなお店出てくると楽しいわね。はい、来年もっと増やしましょう。高校生も良かったしね、たこ焼きなんかやって、やっぱエプロンした若い高校生女の子なんかやってるといいですね。ついいらなくても買ってしまうみたいな親父だなと思いながらね。最後にもう時間は時間なんですけど、はい、なんかおっしゃりたいことがありました。何でもいいですよ。ああ、はい、ひょうたま商店街で頑張って仕事をしています。うちに仕事というよりも商店街に皆さんもし来てください。あ、ぜひ買い物に来てください。はい、たくさん人が来ていただければ、たくさんのサービスがまたできるようになっていきます。なるほど。だからたくさんの人にひょうた山駅で降りていただいて、たくさんの人に集まっていただきたいです。よろしくお願いします。とスモールライトがまた光るという、ね、そうです、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。